ナンバー・アンダーライン・アイ、INZM が超本格ロックで降臨。ハイパーバンドライブ版 MV がかっこよすぎる。平野翔の低音ボイスが炸裂。神宮寺優太の歌唱力が進化。岸優太のシャウトがやばい。ナンバー・アンダーライン・アイの最新曲、INZM のハイパーバンドライブ版ミュージックビデオが公開され、その映像は多くのファンを驚かせ、感動させました。このビデオは、 従来のオフィシャルミュージックビデオとは異なり、激しいダンスがないロック調の映像であり、暗い室内で3人が心から熱唱するシーンが印象的です。この3分42秒の映像は、ギターやドラムの音、照明などが独自のアレンジを加えられ、どこか懐かしいライブの趣も感じさせます。ファンたちはこの映像に熱狂し、彼らの新たな一面に触れることで感動を覚えたのです。 岸優太の新たな歌唱スタイルは、見るものを一瞬で引き込みます。平野翔の低音ボイスは一層迫力を増し、神宮寺優太の歌唱力も飛躍的に進化しています。三人の若い男性が織り成す激しい掛け合いは、観客にとってまるで嵐のような興奮を呼び起こし、彼らのパフォーマンスは雷のごとく見るものに響き渡ります。神宮寺の跳ねるような可愛らしい動きや、岸のリズム感抜群のシャウト、 そししてのの圧倒的な存在感は見るものを釘付け気にします彼のロックな姿にファンたちは圧倒され、サングラスをかけた彼の姿はまさに覇王のごとき輝きを放っています。彼らが自由に音楽を楽しんでいる姿が観客にも伝わり、それがファンを一層喜ばせる要因となっています。このように、ナンバーアンダーライン愛の3人は自分たちの音楽スタイルを貫き、さらなる高みへと羽ばたこうとしています。 彼らの音楽は、もはや日本国内だけに留まらず、世界へと広がろうとしています。このハイパーバンドライブ版の INZM は、彼らの多彩さと音楽的な進化を証明するものです。彼らはヒップホップからバラード、そしてこのような本格的なロックまで、様々なジャンルを完璧にこなすことができるユニークなグループです。そのすべてが高いレベルで実現されており、まさに唯一無二の存在と言えるでしょう。 彼らの声のバランスは見事で、何度聴いても飽きることがなく、常に新たな驚きを提供してくれます。私は昔からさまざまな音楽ジャンルを聴いてきましたが、ナンバーアンダーライン愛ほど毎回驚きを与えてくれるアーティストは他にいません。彼らの音楽は常に新鮮で、聴くたびに新たな感動が湧き上がります。こんなにもワクワクさせてくれる人たちと同じ時代に生きていることは、本当に幸せなことだと感じます。 これからも彼らが自由に音楽を作り続ける姿を見守りたいと思います。また、ナンバーアンダーライン愛のファンたちは、彼らの音楽の多様性に惹かれて集まってきます。特に今回のバンドメンバーについても、ファンたちはすぐにその価値を見抜き、彼らの音楽スタイルに共感しています。妥協せずに自分たちのスタイルを貫く3人だからこそ、こうした熱心なファンが次々と増えていくのです。 これが彼らの真の魅力であり、彼らの音楽は単なるエンターテインメントを超えた、何か特別なものを感じさせてくれます。最近では、平野翔が YSL の日本人初の点灯ビジュアルに選ばれるなど、音楽以外の分野でも活躍しています。そして、その同じ日に INZM のハイパーバンドライブ版が公開され、彼の多彩さがさらに際立っています。音楽もビジュアルもどちらも見事で、 彼の才能には改めて驚かされます。ナンバーアンダーライン愛の3人は、本当にかっこいいなと感じる瞬間が多く、その生き様とリリック、パフォーマンスが一体となっているところが彼らの最大の魅力です。豪華なバンドメンバーに囲まれながらも、堂々と自分たちの音楽を表現する姿は、まさにクールであり、彼らの音楽的な幅広さを感じさせます。このように、 ナンバーアンダーラインアイはただのアイドルグループではありません。彼らの音楽は非常に幅広く、深みがあります。彼らが奏でる音楽には美しさがあり、それがダンススキルと組み合わさることで、他に類を見ない強さを持っています。彼らは楽器もこなすことができ、まだまだ隠された才能がありそうです。ベースは日本でありながら、ターゲットは世界。彼らの挑戦は、 来年にには世界中に響き渡るこ,とでしょうこのようにしてナンバーアンダーライン愛の音楽は常に進化し続けその音楽性はさらに広がりを見せています彼らが音楽に情熱を注ぎその情熱が形となりファンたちに届けられる瞬間こそが最も感動的なものです彼らの音楽に触れるたびに新たな発見がありそれがファンたちをワクワクさせ続けます 彼らがこれからどのような音楽を生み出していくのか、ますます楽しみです。ナンバーアンダーラインアイのファンとして、彼らの成長を見守り、応援し続けることは、本当に嬉しいことです。彼らが好きなことをさせてくれる事務所や、彼らの最高の姿を引き出すトラックメーカーやスタイリストの方々に心から感謝しています。彼らがこれからも自由に羽ばたいていく姿を、これからも見届けていきたいと思います。 彼らの音楽活動が単なるエンターテインメントの枠を超えて、リスナーやファンの心に深く刻まれていく様子は、まさに感動的です。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、その多様性と革新性でリスナーに新たな視点を提供し続けていますが、それは彼ら自身が常に挑戦し、進化し続ける姿勢を持っているからこそ可能なのでしょう。ファンたちもその姿に共感し、彼らと共に新しい音楽体験を楽しんでいます。 彼らの挑戦は音楽だけにとどまりません。音楽シーンの中で、彼らが果たしている役割は非常に大きく、特にアイドルという枠組みを超えた存在感を放っています。アイドルグループとしての彼らの出発点はもちろん重要ですが、今や彼らは一つのジャンルに縛られることなく、自由に表現するアーティストとしての顔を持っています。このように多面的なアーティストである彼らの姿は、 今後の音楽シーンにおいてもさらなる影響力を持ち続けることでしょう。彼らが選んだ、ロックというジャンルも、その選択自体が挑戦です。多くのアイドルグループがポップやバラードをメインに活動する中、彼らはあえてロックというジャンルに挑戦し、自らの音楽性を広げています。それは彼らが持つ自由さと、既存の枠にとらわれない強い意志の表れであり、それがファンに支持されている大きな要因でもあります。 INZM のハイパーバンドライブ版は、その挑戦の一つの成果であり、今後も彼らがどのように音楽を進化させていくのかが非常に楽しみです。この楽曲は、彼らの音楽的な成長を象徴しており、同時に彼らがこれからさらに羽ばたいていくための重要な一歩とも言えるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の音楽はこれまでにない新しい風を吹き込み、既存の音楽ファンだけでなく、新たなファン層をも巻き込んでいく力を持っています。 そして、これからも彼らの音楽は進化し続け、さらなる高みへと向かっていくことでしょう。その過程で、彼らがどのような音楽を生み出していくのか、どのようにファンたちと一緒に成長していくのかを見守ることが、私たちファンにとっての楽しみであり、喜びでもあります。ナンバーアンダーライン愛のこれからの道のりは、決して平坦なものではないかもしれません。しかし、彼らが持つ強い意志と情熱、 そそしてれれに共鳴するファンたちの支えがあればどんな困難も乗り越えていくことができるでしょう。彼らの音楽が世界に羽ばたき、多くの人々に感動を与える日が来るのは、そう遠くないはずです。私たちはその日を楽しみにしながら、これからも彼らの音楽を愛し、応援し続けます。ナンバー・アンダーライン愛の未来は、無限の可能性に満ちています。そして、その可能性を現実のものにするために、 彼らはこれからも挑戦を続けるでしょう。彼らの音楽がさらに多くの人々に届き、そのメッセージが広がっていくことを願ってやみません。彼らがこれからどのような道を歩んでいくのか、そのすべてを見守り、応援していくことが、私たちファンにとっての最大の喜びです。そのために、私たちはこれからもナンバーアンダーライン愛の音楽を聴き続け、彼らが作り出す新しい世界に身を委ねていきます。 彼らの挑戦を共に楽しみ、彼らと共に新しい音楽体験を共有していくことが、私たちファンにとっての最高の幸せなのです。